9月の11日以来、本日でこの銭湯は220日目になります。政府と経産省は特に大井原発の再稼働を追求をして、さまざまな策動を強めていると思います。私たちは5月5日をどうしても原発ゼロで迎えたいと思います。今日から私たちができること、そんなに多くはないのですが、私たちが最もできそうなこととして、連続の完全搬送を今日から決行するということで、皆さんにご理解もいただき、ご協力もいただきたいと思います。搬送は本当に女たちにとってはダイエットになる、もちろんそれもあるんですけれども、楽しいことがいっぱいあります。脱原発社会を夢見ながらやれます。そして今まで会えなかった人と具体的につながっていくことができて、本当になんか楽しみながらやっているなっていう感じなんです。皆さん、今度男テントで本当の団、本当っていうか命を本当にかけた団地が始まるということで、また今日福島から駆けつけてきました。皆さん、脱原発社会を夢見て。じゃなくて本当に近づけるために再稼働絶対阻止、福島は今でも被爆しています。皆さんよろしくお願いします。子どもたちお助けください。こんな差別はないだろう。昨年の3月11日正確には3月私の中では15日からこのまま黙っていたら、私は何のために生きてきたのか、そんな思いがとても強くあります。大井原発4号機5号機、これを再稼働させてしまったら、どなたかのお話にもありましたが、全てが同じような形で該当し適用されていってしまう。私たちはここで再稼働を止めるしかないし、ここから始まり、ここから全てを変えていく民主主義の新しいスタートだと思っています。こうしている間にも福島第一原発では想像もできない被爆をされながら、なんとか収束に向けようとして働いている作業員の方もいます。その作業員の方を見送るとき、涙流しちゃいけないと思いながら見送っている母親がいたり、父親もいます。そして福島の子どもたちは被爆を続けています。これらはもう福島のという言葉だけではなく、もっと拡大されているという現実、それから広域でのがれきの処分の問題、山ほどの問題を私たちは抱えながらここにいるということ。広木隆史、よろしくお願いします。今私のお隣に座ってらっしゃる中島哲也さんは、福井県小浜市の住職、この妙通寺の住職であられます。で、皆さんに知っていただきたいことがあります。今皆さんは報道の世界でニュースを見ておりますと、福井県知事西川一成さん、あるいは大井町の町長さんの話が出てきます。そして滋賀県の加田知事さんがですね、琵琶湖を守るために立ち上がってくださっている、あるいは京都府、そして大阪市長、皆さんが立ち上がってくださっている、そういうニュースが出ていますが、私はそれ非常に大事だと思いますが、同時にですね、小浜のことを考えていただきたいというのはですね、大井町がありまして、そこに今大井原発3、4号機を動かそうとしておりますが、その目の前に小浜市があるんです。で、小浜市というのは、この大井3号、4号を増設するときに、実にその全戸調査アンケートで 86% の人がその建設に反対をしてきた、その市民の数、今福島の原発事故が起こっておりますが、あの10キロ圏は今どれほど大変なことになっているかお分かりと思いますが、小浜市民はその10キロ圏内に1万6000人が入る、そういうところです。ですから昨年も私福井県内の連続集会しましたけれど、もう目の前に大井原発があるんです。そこでなぜ哲也さんが断食というですね、悲壮な覚悟をされたかという気持ちをですね、皆さんにぜひ知っていただきたいんです。小浜市の人たちの気持ち、それこそですね、若狭の海岸の
みんな住んでる人たちの気持ちです。その気持ちがですね、私が新聞テレビを見ていてもどこにも出てこない、それが今日ここに来ている怒りの源泉であります。昨年の福島原発震災以来、地元という概念が厳しく問い直されています。福島原発実機の地元が浜通り、若狭の原発15基が駿河や美浜などに決して限られていたのではありません。また新たに拡大された30キロ圏内にもとどまりません。もともと福島原発の真の地元はこの関東首都圏にあったのであり、若狭原発もそれは関西大都市圏にあり続けてきたのではないでしょうか。いわゆる安全神話も昨年3月に崩壊したのではなく、福島や若狭に最初の一機が押し付けられた時、すでに原理的にも現実的にも自らを否定していたのではないでしょう。皆さん、今回のこの集団断食行動は5月5日子どもの日を目標にしております。福島の36万人の子どもたち、日本全国の子どもたち、世界の子どもたち、後からやってくる者たちのために、原発が全部止まった状態、原発ゼロの状態を再稼働を許すことなく、この子どもの日を迎えることは、私たち大人たちがプレゼントできる最良最高の贈り物になるんではないでしょう。そのために頑張りましょう。